東京ウォーカーチャンネルをご覧の皆さん、島崎和歌子でーす。実はですね、私島崎和歌子はなんと16年ぶりに新曲をリリースすることになりました。1月の28日に、ハッピーライフ明日に向かって、この曲をですね、16年ぶりですよ皆さん。おかげさまで、ヒールドラのオーバーサーティーの主題歌にもなっております。こちらの曲を出すことになりました。で、作詞作曲はですね、同じ高知県出身で、仲良くさせていただいております岡本真由ちゃんに作ってもらいました。私のイメージをなんかイメージして詞を書いてくれたっていう風に言ってくれて、どんな歌なんだろう、あのちょっとセンチメンタルな女の子の感じだかなと思ってパッと詞を拝見したらですね、あははと笑ってっていうフレーズがあるんですけど、あたしってやっぱりそんなに笑ってんだって。で、まよちゃんに聞いたら、あははって書いてるけど本当はガハだったんだよっていう風に教えてくれました。やっぱり私ってそういう風に見える女なんだなと思って。でもですね、久しぶりにこういう風に歌手の活動をさせていただくようになって、そうですね、周りの反応も、今まではもちろんバラエティのお仕事も好きでやらさせてもらったんですけど、ちょっと扱いがアーティスト系っていうでしょ、言い慣れてないから噛むぐらいアーティスト系ということで、なんか楽屋とかに、いろんな差し入れがたくさんあって、あ、やっぱりアーティストって気持ちがいいなっていう風な毎日を送っております。久々の私の歌声もぜひ皆さんチェックしてくださいね。どうぞよろしくお願いします。また今年も新しい島崎和歌子を、皆さんぜひ期待してください。応援よろしくお願いします。